あの森林に期待する役割ということで、あのえー、広く市民の方々にあのアンケートを取った結果を集計したものなんですけれども、このいろいろな色で示されているグラフのうち、赤いものが、山崩れや洪水などの災害を防止する働きに期待する。 うーというものの,ことあの順位ですね。で、この青がの二酸化炭素を吸収することにより地球温暖化に防止,防止に貢献する働き。で、この薄い青が水資源を高める働きということで、まあ、この3つの,あの働きに対する期待っていうのが、もう毎回毎回上位3の3つを占めているということになります。で、気候変動に関して言いますと、この赤の山崩れ 洪水の災害防止であるとか水資源を働く働きっていうのを維持しようっていうのがまあ気候変動の適応策に該当するわけで,でこの濃青い青色がまあ温暖化に対する緩和策に対する働きということになりましてまあ森林に対しては適応策だけでなく緩和策に対する働きもあの大いに期待されているということになります。ということでこの緩和策と適応策両方のことをあの両立させるようなまあ森林管理というのが あ求められているのではないのかなと考えておりまして、まあ、そのための、えー、防災の観点から見,た見て、まあ、どういうふうなことを留意していただく必要があるのかなということを今回お話しさせていただきたいと思います。あれ はいでまずはですねその森林の,あの防災機能の中でも洪水緩和機能というのはどういうふうにして働いているのかということを、まず観測データからあの見たものをあの紹介したいと思います。 ははい、えーとはい、えー、こういうグラフ、これはあの時間の経過でして、でこの青い棒グラフが降水量、1時間あたりの降水量のグラフで、えーっと、このオレンジ色があの実際に観測されたあの森林流域からの流出量の変化を示しています。で、えー でこの赤い点がですねあの、モデルシミュレーションによってあの計算された流出量でして、でこれはあ,のある過程を持った条件下での計算になります。というのもあの森林の土壌というのはよくスポンジに例えられて、あの森林の土壌はスポンジのように水を吸収するというふうに。 なことが言われていますで、この赤の点々は、あのそのスポンジが、もう水がいっぱいになっていて、これ以上水が吸えないよという条件のもとであの計算したシミュレーションになります。ということで、この雨が降り始めて、前半の部分ですと、実際に観測された流出量とモデルで計算された流出量の差が生じます。つまり、この差があのいわゆる森林の土壌がスポンジであることによって、あの水を蓄える。 効果によってあの流出量が減っているということで、えー、これがまあ、今ある森林の洪水緩和機能の一つと言われています。あともう一つですね。もうこれ以上水が吸えない実際あの実際の森林土壌ももうこれ以上水が吸えないよというような条件状況になってくると、このシミュレーションの値と同じほぼ等しくなってくるわけですけども、このような条件においてもあの降水量の,のピークに比べて実際の流出量のピークは下がっ 下がっていますでなおかつ、えー、こうやって雨が止んだ後もあのじわじわあの水を流すこと流出させるということが見られます。というわけで、もうこの時点以降降水量と実際に流出した水の量っていうのは同じなんですけれどもまあ,あの森林の土壌を通過することによってピーク流量が下がる。 あと、ピークの時にの降水量を雨がやんだ後雨が弱くなった時にもじわじわ出していくということが認められまして、まあ、いわゆる森林の洪水緩和機能は、いわゆる水を、森林土壌が水を蓄えるという効果のほかにあの、水の流出を遅らせるという効果があるということが分かります。で次ですね、えー、今度は洪水緩和機能と水資源保全機能の両方あの観測データから。あの えー、森林の働きというものを見てみるというのを解析した結果をお示しします。ここではあの対象流域法というものを使ってあの解析します。これはですねあの、えー、すごい長い長期間の数十年にわたってのデータを必要とするんですけれども、まず大あの、期間を2つの期間に分けます。1つは2つの流域の流出量を比較するんですけれども、この2つの流域がともにあの、 え森林が健全であった状態を基準期間とします。で、この第一段階ではこの基準期間におけるあの流つの流域からの流出量を比較します。で、これが比較した例なんですけれども、横軸が基準流域、縦軸が処理流域で、この黒い点々が2つの流域のからの流出量を比較したものになります。 で第2大会として、もうこの処理期間になりを設定しまして、えー、これは一方の領域の森林を例えば伐採するということによって、えー、こういったあの伐採しますで。この処理期間でもやはり同様に2つの領域間の水流出を比較してや,ったやると、でこの,その下比較した例がこの白丸で示した点になります。で第3段階として、この黒丸と白丸の そのの相対的な関係の変化を評価してやるということになりますでこの変化は、まあ、いわゆる理処理流域の森林が、えー、健全であった状態からいわゆる伐採,され,た状伐採などにされた状態に変化したことによって生じた変化ですので、まあ、この変化によって、まあ、森林の効果を認めてああ検討してやろう明らかにしてやろうというものになります。でただこの方法はです、ね、この一つの点が一年で 1>, 1年で1つの点しか得られ,得られないので、かなりあの長い期間の観測が必要となります。で森林総合研究所ではです、ね、こういうような観測をあの日本全国各地であの行っているわけですけれども、その中でも特に岡山県の岡山市の辰之口山試験地と、えー、山形県の,あの真室川町にあります鎌淵試験地での,あの事例をここであの報告させていただきます。 で、辰野口山試験地は岡山市にありまして、この北谷流域と南谷流域という2つの流域があります。で、北谷流域は常にあの紅葉、森林が維持されているんですけれども。南田美流域では林野火災であったり、松枯れによってまあ、森林が非常に衰退した時期があります。で、次山形県の釜口試験地ですけれども、も、えー、こちらあの1号沢流域はあの常に森林として維持されていた。こと いたんですけれども、この2号沢と3号沢はあの森林を伐採された歴史が経緯があり、こともありまして、まあ、いわゆる処理期間に相当する期間があるというので、この、えー、それぞれ岡山市の、えー、北谷、南谷、1号沢、2号沢、3号沢のこの3つの事例について、あの結果を報告させていただきます。でまず、ですね、えー、水資源保全機能を評価するということで、まず、 最小に治癒質量をお,お示しします。で、これ横軸がいわゆるあの基準流域で、縦軸が処理流域になります。で、黒い点が、えー、しお互いあの処理機関の森林が健全であったとき、この白い点があの、えー、処理流域の森林がまあ、伐採なりあの山火事なりの被害によって、まあ,あの、えー まだ若いとか森林が貧弱であった時期の考えを示しております。でえー、それぞれあの回帰直線を求めてやりますと、あ,ある程度の,あの非常にあの相関係数が低いのであの非常にバラつきが多いんですけれども、一見してあの赤いああ白丸が黒い点よりも上の方に位置するようになっています。とということで、まあ、あの森林が あ衰退している状況だと、あのいや最小に通る必要は多いというような結果が得られています。で、次、最大に通る必要、いわゆるこれは洪水緩和機能に相当するものなんですけれども、こちらを見てみますと、この黒,点黒い点と白い点の分布の違いというのが非常にあまり明瞭ではありません。明瞭ではありませんが こういう、あの、相関、回帰直線を求めてやると非常に高い相関で関係が得られる。で、なおかつ、あの、この実践が基準優位、近所期間での値についての回帰直線。この点線が えー、処理期間での会議直線になるわけですけれども、いずれもあ実践は点あ、点線は実践よりも左上に位置しておりますので、まあ、あの森林があ衰退したことによって、あのー、最大に治療質量も増えるということになっております。ただ、その増え,方増える傾向が、この事例1と事例3を、事例1、事例3と事例2の間ではちょっと違いが見られるので、その原因を、 考えることによって、あの洪水緩和機能がどのように影響を受けたのかということを考えてみたいと思います。で、まず事例1と事例3を見ますと。とえー、っとですね。この2つの回帰直線の傾きはそれぞれほとんど同じなんですが、この接点が違うんですね、えー、つまり、あのー、事例1の場合は、えー、森林がない状態の時の方が約6。6ミリあのー、流出量が増える。 とということになりますで事例3の場合も,も約8ミリあの森林が衰退したことによって流出量が増えているわけですことが認められますがあその増える量というのがあの流出量の多少によ,によらずほぼ一定であるということが見なされますつまりこちらの右上の点は 非常に降水量の多いあの降,水あの降水イベントによってもたらされた年最大日流出量なんですが、こちらは比較的少ないあの降水イベントによってもたらされた年最大日流出量です。でこういった降水量の規模によらずに、えー、その森林の衰退によって流出量が増えたということは、そのメカニズムはどういうことに由来しているのかということを考えたのが、あこのグラフ、この図になります。 で雨が降っ,降った雨は、えー、多くはまあ地,地表に到達するわけなんですけれども、一部は遮断蒸発といいまして、あの木の幹である樹皮であるとか、枝葉にあの付着します。そうやって付着した雨の水が、雨がやんだ後に蒸発して大気に戻っていくという遮断蒸発という現象があります。でこのの蒸発の現象は、えーえーそうですね、雨が ためられる量は、あの、ほぼ雨の規模に関かかわらず、ほぼ一定で、大体数ミリ、7ミリとか10ミリとかという観測結果が得られております。で、ちょうどこういった6ミリの差、8ミリの差に相当していますので、まあ、こういった違いっていうのは、遮断蒸発の、えー、木がなくなったことによる遮断蒸発の、えー、減少に対応して、まあ、流出量が増えたのであろうと考えるということで、まあ、この場合、あの、洪水緩和機能、 こういう高いところでも、その流出量の増加量はまあ数ミリということですので、大、え、体、ー、いい洪水というのは100 200ミリとか400ミリとか降った雨の量に比べると、この6ミリとか8ミリの増加というのは、まあ、非常に少なくと考えられるので。まあこ 森林の樹木のあ洪水緩和機能が低下したとは認められないので、まあ、森林樹木の伐採森林樹木だけが伐,採が伐採して土壌が影響がない場合には、まあ、洪水緩和機能の低下はもたさらされるわけではないということが分かると思います。で次ににににここのの事例2について見ますと、えー、非常に右上に行くほどこの 実践と点線の差が広がっていきますこの差を見てみるがこういう風うな点線で知らされ示されておりましてだいたい水あ流出量のイベントに比例して 森林がなくなったことによって流出洪水流出量が増えているとか、日最大流出量が増えている。その割合、大体この場合ですと1.1倍で、まあ、頭打ちになる傾向がありますけれども、まあ、これはどういう傾向によって生じたかと考えられますと、この事例2の場合はですねもう流域の中で約2割の土地がなだれや斜面崩壊によって、えー、処理期間中に拉致になっていたという経,過があります経緯があります。ということで、まあ、こういった拉致になった部分で、 あの森林土壌がなくなったことによって、えー、いわゆるあ森林土壌を通じて、あの森林地面深くまで、えー、染み込んでいく水の量が減ったことによって、まあ、この直接流出量が増えて、まあ、日最大流出量が増えたのであろうと考えられます。ということで、まあ、この場合、森林の洪水緩和機能は低下した可能性があると考えています。 ということで、この結果だけから見ると、まあ、森林樹木の伐採等が即洪水緩和機能をもたらの低下をもたらすわけではありませんがで森林土壌が保全されていれば、まあ、森林樹木の伐採によって渇水時の流出量が増加するということが分かりましたただし森林土壌が劣化した場合には洪水緩和機能の低下と渇水時の流出量の減少の可能性が考えられます考えられますでですねで実際あの この事例2の場合は流域内の森林、流域面積の約2割が拉致になったわけですけどもっと、えー、その拉致となる、えー、割合が多ければもっと下水流出量は違った挙動をするかもしれないと考えられておりましてでそれをあの検証したのがするためにちょっとモデルを使った研究というのを紹介したいと思います。こののモデルというのがですね、実際降った雨が あの川に流出している過程をあの実際の森林でどういうふうにして水が動いていくのかというのを再現したモデルになります。えー、例えば、降った雨は、えー、例えば水路、流路に流れ落ちた水はそのまま流を流れ下ります。で森林ののの土壌地地表地面にああ到達した雨はあの浅い 直接流出なる成分とあ地面深くまで浸透してえゆっくりと流出する成分に分かれます。でまた、一部は雨、降った雨の一部は先ほど申しましたように樹皮や枝葉に付着して、えー、蒸発していくという遮断蒸発、あるいは地,地面の中に入った水も、えー、樹木に水とあ根っこを通じて吸われて蒸散していく、あるいはあの 流路から蒸発していく水の量もある。こういった蒸発量、蒸発産量も考えてやるという、こういう一連の,あのモデルをこう利用して,あしてあの解析します。で、これらには非常に多くのパラメーターが使われています。で、話はちょっとあの変わりますけれども、かつての日本には貧弱な森林が非常に広く分布していました。これは1900年前後の陰山や広範 あイコの字が違いますね交廃しつつある森林の分布を示したもので、一つの点が500ヘクタール、梁山分布ですと一つの点が100ヘクタール、交廃イコーリンですと一つの点が500ヘクタールを示しています。で、これ、あのいわゆる先ほどあの,の図で、地図で,地図では梁山としてあの示されているような森林なんですけれども、こういうようなものが日本の各地にあ以前は、あの あの広く分布ししていましたでこれに対してあの林野町などでは、まあ、こういうふうにあのこう、えー、斜面を平らにあーあー東高線沿いに平らな面を作ってやってそこに植林をしてやるというような緑化山北緑化工事を施工してきました。で先ほどのモデルをですねあのこういったあのあで緑化工事からの経過年数 いろいろな流域に適用して、モデルのパラメータ、先ほど流出したパラメータを求めてやった結果がこれです。で、拉致流域ですと、まあ、緑化工事の経過年数が0年のものから、気流流域だと82年のものまで、こういうふうなバリエーションを持った5つの流域でパラメータを設定したところ、まあ、こう,あのそういう流域 リンでえ緑化工事からの経過年数に応じてパラメータがこういうような変に変化するということが分かりました。で例えば、これなどは森林土壌の発達具合を示すパラメータなんですけれども、まあ、こういうようにあの緑化工事からの経過年数があー立つにつれあの、いわゆる森林土壌が発達しているということがパラメータ的には分かりました。で先ほども言いましたようにあの このモデル非常に多くのパラメータが使われておりまして、例えばこちらが土壌に関する部分、こちらのパラメータは土壌に関する部分になって、こちらは植生に関する部分になります。で、森林土壌ないしは森林植生による効果という働きをそれぞれ個別に、えー、比較してるやるために、こういう3つの、えー、ケースに3つのケースにパラメータを設定して、流出計算を行いました。 でこれがですね、えー、土壌に関する変数、ランの1だとあの土壌がある状態というのパラメーターということで、気流流域に対して求められたパラメーター、食性に関する変数も粛清がありということで、気流流域に対して求めたパラメーターを使って計算した結果で、年最大値が5.0、年最小値が0.01となったで。同様にして2 3と、 それぞれ土壌なし、植生あり、土壌なし、植生なし、植生なしは拉致の流域でのパラメーターなんですけど、を比較したところ、まあ、こういうようなそれぞれ計算結果が得られました。で、まず、ラン1とラン2を比較することによって、土壌のみの効果を認めます。植生は共にあるという条件なので、土壌の違いだけによる変化を見てみますと、えまず、ですねこの年最大値は土壌がなくなることによって増加します。で、また、年最小値も、 え、土壌がなくなると、まあ、減少するということで、え、これは、あの、先ほど、あの、森林総研の、あの、対象流域法で求めた、あ、結果と合致して、合致しておりますけれども、このことから、えー、洪水緩和機能と活水自流出量を維持するためには、え、森林土壌の保全が重要であるということがわかります。次に、植生の影響を見てみるために、土壌なし、欄2と欄3を比較することによって、 えー、植生の影響のみを見てみると、植生がなくなると年3、年最大値は変化、ほとんど変化ないんですけれども、年最小値は増加するということが分かります。ということで、このから得られる知見、あこれもあの先ほど示したあの、辰野口山試験地や釜口試験地の,の事例とごの結果と合致しているとわけなんですけれども、これから言えることは、まあ、水資源が不足している地域では、食生管理による水資源の確保は、 まあ選択肢の一つになり得るだろうと考えております。ただし、これは私の考えなんですけれども、まあ、降水量が多くて、豪雨や土砂災害も多い日本では、まあ、土壌の保全を基本に考える方がいいのではないかなと考えています。で、さっき、これまでの説明で、いわゆる森林土壌っていうのが大事だったと。 言いました森林土壌を保全することによって維持することによって洪水緩和機能と水資源保全機能が維持されるということをも言いましたがでは森林土壌が失われる原因としてはまあ表面侵食と斜面崩壊の二つがあります表面侵食はこちらですねで、これ斜面崩壊の写真一例の写真はこちらなんですけれどもえ、まあ表面侵食に対応を防ぐ対策としてはまあ干ばつが有効な手段であるということであの広くあの適用、広くあの えー、用いられてきたところではありますで一方、斜面崩壊についてに対しての森林の働きを考えていますと、まあ、森林が貧弱で、えー、根景が未発達であると土砂災害が発生して、森林土壌が失われる可能性が高くなると考えています。でただ、斜面崩壊についても、浸、え、水、ー、崩壊と表層崩壊の2種類がありまして、表、まあ、層崩壊の方でしたら、まあ、森林樹木の根景も大きな働きを果たすと 考えられますけれども、このような深層崩壊の場合には、あの根っこが樹木の根っこが届かないようなところが滑り面となって、えー、災害、崩落していきますので、ちょっとあの、えー、森林樹木の働きはちょっと及ばないところがありますので、ここからはこの表層崩壊のことに、あのことにを対象にあの話をさせていただきたいと思います。で えー、その森林の管理によって、表層崩壊がどのようなあ影響を受けるのかということを、あのいくつか事例で思って説明したいと思います。これは、あの日本のあるところの,あの事例なんですけれども、これ、この,この,分あの緑色の部分にいろんな点が落ちていますけれども、この点がです、ね、あの斜面崩壊が、あ表層崩壊が発生。 しした点を示していますでこれは、えー、1970 1968年ぐらいに海抜したあ事例でして、でその、えー、1968年からの海,海抜からどれくらいの,あの崩壊面積が発生したのかというのをの示したものです。で、この縦軸がその累積の崩壊面積のですので、あの 上に伸びていれば、まあ、崩壊が発生しているんですけれども、横に伸びている場合は、もうあまり崩壊は発生していないということになります。で、ここを見ますと、まずこの,あの,この、えー、赤い四角のところは、伐採した後、未植林のところなんですけれども、ここはもうこういうような変化を示していまして、だいたい30年以上経過しても崩壊が発生している。ただ、まあ、ここら辺になってくると、だいぶあの上昇度は低くなってく ますでえー、この紫色が伐採後に植林をしたと,ところのを見たもので、えー、大体1985年、えー、伐採から大体15年経過して大体もう崩壊は発生しな,くとしなくなるということになります。どのように植伐採した後植林するか未植林するかということでこのような変化が出てきます。で未植林の場合でも、まあ、30年経つと大体ちょっと頭打ちの傾向がありますので。 こうなってくると、あの、いわゆる紅葉樹っていうのが再生されてきてつつあるので、その効果も、ああ、働いているのかなと考えられますが、まあ、えー、職人した場合に比べるとちょっと時間がかかる。いわゆる、あ崩壊リスク、社名表層崩壊が発生するリスクの高い状態がちょっと続いてしまうということになります。ただ、こうやって未職人の場合でも、あのいわゆる、あのー、 増林コストの点を考えると、えー、選択肢の一つでありますのであのいわゆる、えー、斜面崩壊、表層崩壊が発生しない発生リスクが低いようなところだと一、まあ、つの選択肢にはなるのではないかなと考えます。 あこの点実はちょっとと詳ししく後で説明したいと思い思ますでもう一つの事例として、まああのえー、皆さん記憶にも残っていることと思いますけれども、えー、2017年の九州北部豪雨の災害での事例です。えー、これはあの非常に流れ木が大量に田畑であるとか住宅地であるとかに流出してきて非常に社会問題になった例なんですけれども。 朝、えー、倉市を中心に発生した事例ですけれども、この一つの点があの崩壊が発生した地点を示しています。で、この赤丸がですね、7月5日の10時から22時の12時間の間に降った雨の量が500ミリ以上の地点での、あとなった地点での崩壊発生地点を示しています。 なだらな至らなかった500ミリ未満の地点での崩壊地点を見てみます。でこれ、でそれぞれ赤と青の崩壊地点での特徴を見てみます見たのがこのグラフになります。まず降水量が500ミリ以上のところですけれども、これ、横軸がその森林とか、潮の植生の状態をランクしたもので、この縦軸がそれぞれの,あの森林の状態での崩壊の件数を単位面積で表したものです。 密度ですね、崩壊したあ密度に相当することになりますが、これが500積算降水量が500ミリ以上であった場合には、もうどこも、えー、20件以上ということで、まああのどこでもあの関係なくあの、その地上の森林の植生の状態に関わらず、崩壊が発生しています。それに対して500ミリ未満の場合ですと、まあ、スギヒノキ。 に比べてこちらの非森林地であるとかだけであるとかというところはちょっと崩壊密度が高くなっているということが見られますで杉ヒノキについてもっと詳しくて見てみますとこのように横軸に輪廻を取ってみますとやはり前年から10年ないしは11年から20年のところは他のそれ以上のところに比べると若干高い傾向がありましてやはりあの輪廻が若い あで年齢10年以下の森林、特に10年以下の森林では、まあ、崩壊件数が多い傾向があるということが分かります。でこういうことはどういうことかといいますと、えー、これはやはり新樹木の,あの根っこの力によるもの、根っこによるあの斜面強度の補強効果が働いているせいだと、で年齢が10年から20年の間には、あこのようにあの 森林の樹木の根っこによるあの斜面崩壊、斜面強度の補強効果というのは低いことが分かっておりますので、まあ、それを反映して、やはり年齢が10年以下のものは、のところではちょっと斜面崩壊の件数が多かったのだろうと考えられます。つまりこれは、ですねこの点線がですねあの例えば、あのバス海,抜とかなん海抜とかで、あいわゆる抜根 が残るわけですけれども、その抜根のがだんだんで、ね、抜根が腐ってくることによって、その抜根によるあの斜面補強効果は下がっていきます。その代わり、植栽した苗木のがだんだん成長してきて、根っこも発達してきますので、そつあの苗木、植えた木によるあのね根っこ、 上だけの根っこによるあの斜面補強効果がだんだん上がっていくので、大体、まあ、ここら辺、その二つを合わせること、大体10年から20年にかけてが、一番あの補強効果が低いと。そして根っこの働きが弱くて、まあ、斜面崩壊リスクが高いということになります。で、まあ、こういうようなあの根っこの働きというのが、あー 重要かなということを示してきたわけですけれども、これをちょっとあの災害の歴史をですね、災害をちょっと歴史的に見てみたいと、災害の,あの規模について歴史的な経過を見てみたいと思います。これは1880年から2010年までの間の1件の風水害による死亡者数、1件の風水害による崩壊発生件数、あと洪水氾濫面積を示したものです。これを見てみますと、まあ1960年以降、 原則的にあの災害の規模が災害による被害が減少している傾向にあることがわかります。えー、つまりこれは1 9 6 0年以降の風水害の被害が低下しているわけですものこれにはまあ地産地水施設の整備という効果もあると思いますが えーまあ、森林が充実し,たし,してきたことも背景としてあるのではないかなと考えております。例えば1960年以降ですと、まあ、石油であるとか化学肥料が普及したこと、あるいは外在の輸入が自由化されたことによりまして、あの日本における森林の伐採というのが少なくなってきたんですね。でこ,れあのこれ林野町からの ものであのででああ横軸が霊でこれに5をす、まあ、霊にけるるすすとままなりますで縦軸が面積なんですけれども、1966年度にはこのような薄緑のあの霊9分布をしておりまして、まあこう,こういう15年未満以下の、あの臨例15年以下の死人が非常に多かった。それに対して2017年ですと、こういうふうに濃い緑の変化になっておりまして、えー 非常に若い森林が、林齢が10年以下の森林というのは非常に少ない状況であります。ということで、まあ、1966年度に比べて2017年度の森林は充実しておりまして、まあ、それによってまあ樹木、根茎のによる斜面,あ斜面強度の補強効果も大きく、森林による防災・減災機能は非常に高い状態であ,ったとであると考えられていますで。今もそういう状況が続いていると思います。で それに対して2010年以降いろいろと災害が激甚化しているわけですけれども、そのような激甚な災害に対しても、森林は十分に防災、減災機能を発揮していると考えておりまして、でかつてのような1960年代のような森林であったなら、もっと近年の災害は甚大になったのではないかなと考えています。 でということで、えー、今までの話をまとめますと、森林の防災減災機能のことを考えると、まあ、弱冷林の割合を少なくするためには、少なくすることが、まあ、森林のほあがあの防災減災機能を維持する上では重要で、いわゆる森林の保全が有効ということになります。ところがです、ね、最初に示した,示したように、えー、森林に対しましては、温暖化緩和策への期待も大きい。 具体的に言いますと、まあ、森林の若返りによる炭素吸収量の増加あるいは木材利用による炭素蓄積の促進のためには森林も期待されておりましてそのためには森林の伐採あるいは植栽が必要ということになっておりますでここで注意していかなければならないのはこちらを重視するあまり、えー、もう森林の伐採というものを忌避するということは ちょっとあの違うのかなと考えておりまして、と言いますのも斜面崩壊というのは非常に珍しい現象なので、えー、森林が伐採されたところが必ずしもあ崩壊するわけではない、むしろ崩壊する事例は、割合は少ないということが考えなければいけないと思います。で、こういったあのその防災・減災機能の維持と、 温暖化緩和策の促進を行うための森林管理としては、まあ、森林の伐採、植栽が必要、森林の伐採が必要なんですけれども、そのための、その時におけるまあ留意点として、まあ、2つをここでは示させていただきます。まず1つが、ですね手法の選択。えー、災害発生リスクがより高い場所での伐採では、リスクがより低くなるような手法を選択することが大事であろうと。あと 2つ目として場所の選定ということで、まあ、災害が発生した場合に人的被害、保全対象物への被害が発生する場所では特に注意を有すると考えています。で具体的にどうするかといいますと、えー、まず災害発生リスクのより低い手法としてはどういうものがあるかと言いますと、まずあの根景の維持、発達の促進を考慮する。 で、斜面崩壊発生リスクのより高い場所ほど、伐採量をより制限し、より多くの樹木根拠を残すようにする。で、斜面崩壊発生リスクのより高い場所ほど、樹木根拠による歩行強化が小さく塗る期間を短くするために、伐採後には速やかに樹木を、内木を促進するようにするということが重要かと考えています。で、その、あの、実際では、あの、先ほど、あの、 対象、えっと、流域法で示した3つの事例のうち、この事例1と事例3では、あのちゃんと森林土壌が保全されて、洪水緩和機能は維持されたと思われますけれども、この事例2については、流域内で2割ほどの臨時が拉致となって、洪水緩和機能が低下した可能性が考えられるということを示しましたけれども、この事例1、3と事例2の間で、どういうような森林管理の違いがあったかということを、 思ってこのこの、この考え方について検証していきたいと考えています。示します。で、先ほども今、まあずっと言っておりますけどこの事例2の場合は2号沢では、えー、約2割のリンチが拉致の状態となったという経緯があります。で、まず事例1の立岡山県辰野口山利市県地の場合ですと、えー、1959年に林野火災が発生しました。で、この場合はですね、1960年、 もう被災後速やかにあの黒松が植栽されましたで1978年から80年にかけて松起こった松枯れの場合ですと、えー、被災後はあの自然回復に委ねられて、あの植栽されることはなかったんですけれども、まあ、松以外の樹木は健在で、まあ、根茎が生存してきたことによって、まあ、いわゆる斜面崩壊というものは発生しなかった。えーえー、樹木によるあの,の衰退によるあの 斜面崩壊リスクはそれほど大きく損なわれなかったということ,ことだと考えています。で、いろいろ問題となっているあ事例人の場合ですけれども、この場合、1947年から48年にかけまして、えー、開発されました。流域内すべてが開発されました。ところがですね、杉の植栽が1960年まで行われませんでした。で、その間も 1950, 去年にはもう流域内の半分以上でがなだれ上週地となりまして、えー、植栽した後もあの社民放火やなだれによって杉がうまく育たずにまあ1978年には流域内の約2割が拉致化した状態となったわけですつまりこあのすべて解発したということとあの植栽僕は開発後に速やかに植栽しなかったということがちょっと問題原因まずかったのかなというふうに思います <laughs> あすいません、でこれ、事例さんなんですけれども、この場合ですは1964年には、この3号さんの斜面の下部50%のみ、開発しております。でこの場合には、これは50%の、流域内の50%の範囲のみ開発したということで、まあ、樹木を残して非常に伐採量を制限しての開発であったということ。で1969年に残りの尾根筋50%の えー、範囲を開発したわけですけども、この場合は、選挙が7 0年の、にはもうすでに、杉の植栽を行いまして、まあ、伐採が速やかに植栽を行ったという、こういう、あのー、1964年段階で、あの、伐採量を制限したということと、1969年に速やかに植栽したということが、あのー、この事例さんにおいて、森林土壌が保全された、あ交換に効いたと考えています。で、 この事例、2号沙と3号沙の伐採の違いっていうのがどういうふうにあのもあのえ森林の土壌にの保全に影響したかというのをもうちょっと詳しく考えてみますと、まず2号沙の場合ですと、こういうふうにいきなり全部の流域で木を切ったわけですね。そうすると、えー、最初のあ10年ほどはこういった抜根があの雪の あの移動を抑えに対して抵抗として働いたのであの、雪崩とかは発生しなかったそうなんですけれども、それ以降、だんだんあの根っこごとあの雪,雪と一緒になだれを崩れ落ちるようになって、だ、ま、れ、あ、が発生するようになったということがあの記録として残っています。とかの場合はまず年にこちらの 斜下部のみ伐採したわけですが、そうするとこちら側の上流側の雪の,雪の移動圧力を、こういった樹木があの存在することによって、あ樹木あこ,こ,こ,ここの辺りの雪の圧力をえの移動を抑える効果が働いたので、こちら側であの大きくなだれが発生することもなかった。 でこちら全部を伐採した後速やかに伐採した、あ速やかにあの食事したということが効果があったということになると思います。で、次あの、災害発生リスクのより高い場所の判定なんですけれども、特に注意が必要な場所として、まあ、先あの非常にあの災害発生リスクが高い場所として、すでにあして保安林というのがあります。保安林はその災害発生リスクが高いところを 選定してあ選んであの指定することによってあのそこでは森林をちゃんと保全してあの災害が発生しないようにしましょうという森林ですのでこういうようなところをいじることは非常に注意が必要かという思います。であと実際の 斜面崩壊が生じた場合には、保全対象まで土石流が到達するような場所では、当然ながらあの災害発生によるえ被害のリスクが非常に高くなりますので、こういうところでもやはり注意は必要ということです。ちなみにこちらが土石流が発生した場合の土石流の流下距離を示した図でありまして、当然のことながらあの土石流の流下距離、短いものほどその割合が高くなるということで、まああの保全対象から近い森林ほどまあ注意が 必要ということです。こちらの写真は保全対象から離れた場所での崩落の崩壊のため、まあ保全対象には被害がなかった事例という、を示した写真になります。で、では、その他、あの、えー、保安人に指定されたいないところでも、まあ、災害、 斜面崩壊が発生するリスクはあるわけですけれども、まあ、その条件として、休憩者であるとか、地盤の風化が進んだ場所であるとか、地下水の集中する場所とか、斜面土壌の移動が認められる場所などがあります。具体的にはゼロ地谷、これはですねあの山の、えー、沢の出口からだんだん山を登って斜面を登っていって、もうすぐ尾根に出るぞっていうようなところの地形のことを言います。ゼロ地谷といって、まああ、崩壊がの発生源となる。 ことが多いところですほかに断層地形とか地スベリー地形とか地質強化で法,法制度とかというところもありますがこれはちょっとあのあ教科書などを読んでいただければと思います。で斜面土壌の移動が認める場所っていうのはなかなかあの思いつかないかもしれませんけれども実際あの林道とかあ林地の横を走っている道でこういうコンクリートの火 起伏あるところがあると思いますが、こういうところで、まあ、こういうようなクラックが生じているようなところは、まあ、斜面の土壌が移動したことによってこういうクラックが生じているので、これがこういうような情報はあの斜面土壌の移動があるのかないのかということを判定するのに重要な情報になるかと思います。であとですね、あの最近あのこういう CS あ航空機ライダーによるあの データを整理することによって、こういうような詳細な地形が分かるようになってきています。で、これを見ますと、まあ、こういったような地滑り地形であるとか、崩壊の跡地であるとか、まあ、シーサー崩壊の跡地ということも、比較的分かりやすいあ情報が得られるようになってきていますので、これはこういうことが現地判定が必要な場所の抽出に有効かと思います。で、最後のスライドになります。ここであの、いろいろルール,ル説明してきましたけれども、ここで、あのー、 えー、注意していただきたいのは、まあ、森林による防災減災機能には限界があるということです。えーまあ、これはあの森林に限らず、コンクリートによるあの防災施設にでもまあ限界はあるんですけれども、まあ、森林にもやはり限界があるということです。例えばこれはあのその2017年九州北部豪雨での事例の図を。 改めてまた示しましたけども、こういうような、えー、12時間積算降水量で500ミリを超えるようなところだと、あの森林の状態にかかわらず、あの土地利用の状態にかかわらず、えー、もうほとんど同じような割合で斜面崩壊が発生していたことを考えますと、まあ、ここの場合ですと、もうほとんど森林による効果というのはもう限界を超え,て超えていたのだろうなと。森林の防災減災減機能はこう限界 を超えるような災害であったのだろうなと考えられます。ただ、こういう青い点については、やはり森林の効果というのが認められておりますので、こういうような場合は、あの、森林による防災・減災機能は発揮された、いたとは考えております。えー、私の発表は以上になります。